次に横四方固めについて説明します。仰向けの相手の真横から相手の首を制しながら四方に押さえます。あまり足元に動くのではなく、できるだけ首がしっかり制せれるように首の方に近づいて押さえるようにしましょう。逃げ方としては、相手がこの足を上げてきますので、上げてきて、こうならないようにズボンをしっかり押さえます。そうすると相手は今度右手を抜いてきますので、右手が抜かれると解けたになります。そうならないようにここを密着させます。そして首をしっかり決めることによって内側に手が入ってこないようにします。それでも手が入ってきた場合は、今度は肩越しに変化して帯を持って横四方固めに入ります。そうすると今度はこの手を入れてきますので、この手が入らないように右手でしっかり相手を押さえつけます。実際の試合ではこういう形になることが多いんですが、先ほどの袈裟固めのように足を絡まれた状態で袈裟固めに行くことは困難です。その時には横四方固めに行くようにしましょう。それの方が効果的です。この状態から首を抱え、足を押さえ、そして足を抜いて横四方固めに行きます。あるいはこの状態から肩越しに帯を持ち、そして横四方固めに行く方法もあります。